こんにちは、赤ちゃん本舗絵本担当です。新生活が始まりましたが、元気な明るい挨拶できていますか？改めて挨拶って大切だなと感じるタイミングですよね。ということで今回のテーマは挨拶です。可愛い挨拶絵本を集めましたので、早速見ていきたいと思います。まずはこちら、挨拶しましょう。おはよう、こんにちはの挨拶から、ありがとう、ごめんなさいの気持ちを伝える言葉まで、覚えておきたい大切なフレーズをピヨちゃんと楽しく遊びながら覚える指人形付き絵本です。では中身を見てみましょう。ピヨちゃん、朝ごはんいただきます。もぐもぐ、ごちそうさま。ピヨちゃんを使ってイラストのご飯をもぐもぐしたり、お子様とコミュニケーションを取りながら楽しめる一冊ですね。次はこちら、おはようの絵本です。太陽さんが声をかけると、動物たちが朝の挨拶をします。一日の始まりが楽しくなる一冊です。犬さん、犬さん、朝ですよ。おはよう、ワンワン。犬さん以外の動物はどんな挨拶をするのかな？続きは絵本でご覧ください。最後はこちら、朝だ、おはようです。いろんな時計が鳴ると、野菜さんたちが飛び起きて元気に朝を迎えます。朝がちょっぴり苦手な子も布団をパッと跳ねのけて真似したくなるような一冊です。人参の母さん、グーグーグー、時計が鳴ったよ、リリリリリ、おめめぱっちり、朝だ、おはよう。枝豆の兄弟、グーグーグー、あれれれれ、時計も一緒にグーグーグー。枝豆の兄弟はお寝坊しちゃうのかな？続きは絵本でお楽しみください。いかがでしたか？気持ちのいい挨拶をお子様と一緒にやってみてください。赤ちゃん本舗では毎月テーマに沿った絵本をお店に並べています。ご来店いただいた際は絵本コーナーに立ち寄って、ぜひ季節ごとの絵本をご覧ください。ではまたお会いしましょう。